ヤドビガ・がボレスワブ・ブナは、ポーランド王・ブアディスワフ一世の日。ビエル・コポルスカ公・ボレスワフの次女で、母は、ハンガリー王・ベーラ四世の娘ヨレンタ。ビエル・コポルスカ、キンカネ・ポーランド王・プシェミス二世はいとこにあたる。1293年、クヤビ公・ブアディスワフと結婚した。夫は、ポーランド支配をもくろむボヘミア王・バーツラフ二世の、強力なライバルであった。 二人の争いのため、ヤドビガとその家族にも命の危険が及ぶことがあった。バーツラフ二世が、ポーランド王として退官した1300年には、ブワニスワフは、国外に亡命し、ヤドビガも三人の子供たちを連れて、身を隠す必要に迫られた。1305年に、バーツラフ二世は死去し、その息子で、後継者のバーツラフ三世も翌年、ポーランド遠征に向かう途中で暗殺された。 ボヘミアは混乱状態となり、ブワディスワフがポーランドにおける新しい支配者として迎えられた。1318年、ブワディスワフは退官のための運動を始めた。教皇による認可を受けて、ブワディスワフとヤドビガは1320年にポーランドの国王と王妃としてクラックフで退官した。退官式はポーランドが再統合によって、 独立王国としての地位を取り戻したという政治的主張でもあった。新しいポーランド王国は未だ弱体で、その命運は外国との友好関係にかかっていた。国王夫妻は1320年、次女エルジュビエタをハンガリー王カーロン一世に嫁がせた。娘夫婦の間に生まれたラヨシュ一世は、後に、 ポーランド王となっている。ヤドビガは、夫の帰省中、国政において、積極的な役割を演じていた。1331年、孫娘の一人で、グーグ不幸の未亡人であるコンスタンツヤが、修道所になると、ヤドビガは、孫に代わって、スタルイ村地を統治した。1333年に夫に先立たれ、6年後に、世を去った。 夫ブワディスワフとの間に6人の子供を設けた。ステファン・ブワディスワフ・クネグンダ1310年、シフィドニツァ・コー・ベルナルトと結婚、後に、ザクセン・センテイコー、ルドルフ1世と再婚・エルジュビエータ1320年7月6日、ハンガリー王・カーロイ1世と結婚・カジミエシュ3世、ヤドビガありがとうございます。